喋れないそうで、聞く声は確かに人間ではなかった、いつから聞こえなくて、うまく喋るということがどういうことなのかはわからないけど、そういうものなんだと思う。須藤さんの言うには、うまく喋るということはどういうことなのかは、わからない。なぜなら声は鶏だから、人間の声と須藤さんの声と鶏の声は違う。なぜなら声は鶏だからだ。須藤さんに話しかけることを鶏は取り入れるということにした。そういえば、都合さんを人間と考えるのはおかしい。なぜなら、声は鶏だからだ。4を2倍にしたら、さらに2で割る。2で割っていくと、それは2にしかならない。2の中にあるものが4だとしたら、4を分けて、都合さんの耳に入れる。都合さんの耳に入れる。鶏は2羽なのか、鳥なのか。鳥類と合わせて思い浮かぶのは木だった。ついにはマントルに向かって焼け死ぬ。想像するとそこにはマントルがあって、ぶつぶつ煮えたぎって時々コロコロ小石が落ちては、シュッと言った。すると、音がした。耳が聞こえなくたって、音はした。だからというのも変だが、いつの間にか空の上の方まで来ていた。上の方はもう一つ地面があって立つことができた。立ったら今まで自分は座ってたような気になった。鳥は四色の光から見る世界がどうしたら言葉で伝わるかを考えていた。ずっと考えていた。読んで終わっても、一つの光はただ一つの光だった。須藤さんに見せたいな、ね。大木は空に遠いが、都合さんは根っこをついばむ。足元で都合さんはついばむ。
根をついばむ。根っこから溢れる汁がキラキラと月を照らす。月が光る。そこに4つの光が見える。鳥の持っていた4で割られた1つの光を都合さんは体にまとって焼き付けるように天を見て猫から出た汁を飛んだ。鳥は人間でもあるし、鳥でもある。聞こえていないものを聞いて話す。鳥の4つの光だけが地球の山頂を照らす。ありがとうございました。ちょっとリタイアしちゃった人もいるので、これで終わりです。ちゃんとっていうか聞けたりとか見れたりとかしてました。これはほとんどダメだった。そうなの。今日は音はただ聞こえるから。そう。直に。なんか僕ってか動画再生できなかったんですよ。なんかダウンロード途中で止まっちゃって。今より弱くて来なかったんで。なるほど。なんか隣の人の。ああ。全然。何の人とか見れたな。叱ってた。そう、来たと。できてなかった。あと今これ、そうそう、サプリだとなんかちょっと問題があるみたいですね。なんか今、Google サプリ、なんかね。僕は事前にダウンロードしてくれって言われたから、完全にダウンロードしたのを再生したんで、Wi-Fi とかを見て。これってもうなんか一回チャレンジとかできるってもう一回チャレンジしてみた方がいいかもですね。音全く聞こえないの。聞こえてなかった。さっきマイク動かした時マイクの雑音入ってたから来てはいる。これは聞こえてた。あ、そう。聞こえてる人って聞こえてないと。片方だった。でも聞こえてる人も多分相当ちっちゃいと。ここの文字と声が合ってないのは別にいいですか。そういうものなんです。そういうものですね。はい。テストに。良かったです。合ってなくて。はい。全部のあれ聞いてみた。どこにしました。小さいですか。それか
繋がってないイヤホンは全部外した方がいいと思います。あ、そうですね。うん、そうだね。ペンに回してるからその分ちっちゃくなる。好きなのか。今2分16秒ぐらいまで、ここまで来てた。